カラコです。はい、今日はですね、まだ寝台と言ってもいいですかね、エヴァンゲリオン使徒新生をお届けしたいと思います。はい、なんですけど、こちらですね、サムネの方に新生モードにぶち込む方法をお届けしますって感じで書いてるんですけど、これまあぶち込める確率かなりアップします。アップするんですけど、結論先に言います。これやんない方がいいです。やると期待値めちゃくちゃ損します。はい、これ何かっていうと、まあ、暴走ですね。2ラウンド各辺引いた後に、最初にへそ保留から消化していくんですよ。電柱保留じゃなくて。へそ保留から消化していくので、うん。で、そこのへそで10ラウンド各辺を引けてたら、約7分ですね。約7分ちょいぐらいかな。小当たりダッシュが続く、新生モードっていうところに行きます。はい。で、10ラウンド各辺じゃなくて、2ラウンド各辺か、10ラウンド単発引いてたら、申請モードにはいかないんですけど、内部的に当たってて、7分ちょいぐらい続きます。はい。ここにぶち込む方法を、まあ、お伝えしたいなというふうに思うんですけど、はい。これね、やんない方がいいです。やると期待値損します。はい。ただ、19日僕打ちました。打ちに来ました。その動画をお届けしたいと思うんですけど、その時は僕、全然エヴァの知識がなかったんですよ。新しい新台のエヴァの。で、仲良くさせてもらってるブロガーで、しかもかつ、パチンコ、まあパチスロも含みですけど、特にパチンコで圧倒的成果を出してるね、マッツンさんという人がいるんですよね。はい。今月も、なんと、今、現時点で100万円を突破してるそうです。収支で。はい。で、その人が、カラコさん、信頼のエヴァすごいですよと。申請モードぶち込める方法見つかりましたと。これまだ内緒にしといてくださいねって感じで、教えてくれたんですよ。で、僕は、その時点で、全然知識なかったんですよね。なんとなく申請モードイコール7000個出る、ものすごいモードだっていう知識しかなかったんですよ。日直島田さんの動画見てて。はい。めっちゃすごいっすねっていうことで。いうことで、僕は今回打ちました。その打ち方で。うん。どう打ったかというと、まあ、へそから消化するので、まず2ラウンド各辺引いても、まず、すぐに右に打つんじゃなくて、へそを溜めてから打つ。うん。で、暴走を引いても、アタッカー開いてない時は左に打つ。アタッカー開いてる時は右に打つんですけど、アタッカー開いてない時は左に打って、へそを溜める、とにかく。まあ、へそから消化していくので、そうすれば、新鮮モードに入りやすくなる。はい。これ事実です。本当に入りやすくなります。はい。ただ、普通に消化して、電柱で消化していって、当てた方が、後々計算してみたら、そっちは得だったよと。だから、こういう、左に打って、右に打って、左に打って、右に打ってっていう打ち方僕はしてたんですけど、これです。めちゃくちゃ新鮮モード入るやん。もしくは内部的に当たりを7分間続くの引けるやんと思ったんですけど、めちゃくちゃ損する打ち方をしてました。はい。です。しかも、動画見ていただければわかるんですけど、全然アタッカー開くタイミング、最初なのでアタッカー開くタイミングが全然わかってなくて、アタッカー開いてる時に全然弾の打ち出しができてなかったんですよ。だから、結果、2万発ちょいぐらい、表記でね、2万発以上出たんですけど、たまたまでした。はい。もういきなりもう、まあ、僕詐欺だと思われたくないんで、もう冒頭で言います。はい。だからやんない方がいい。たまたま当たって、いきなり一撃で初めての当たりで2万発出て、僕はルンルン気分で帰ったんですけど、それは本当は効果ないので、今回動画でお届けする、申請モードを誘発打法みたいなのは、できます。できますけど、やらない方がいいです。はい。それを踏まえた上でご覧ください。どうぞ！初めてのエヴァです。まあ無調整かな。無調整ですね。どこへ回るのか。私たちはもうエヴァを止めることはできない。
ですね。ただあの子たちお手通ってないから確かに先に手は出せないか。
ッシュ警戒態勢。
接受け止める作戦を提唱するザコ。奇跡は起こしてこそ価値が出るものと言い切るザコは、万に一つもない賞賛にエヴァとパイロットたちを信じ全てをかける。エヴァンゼフスタート位置。行くよ、スタート。目標を最大望遠で確認。フィールド全開。
当にこれでいいのかな。
機、ヒュッ、初号機、活動限界です。シンジ君、動いてよ。まさか、やはり目覚めた。始まったな。すべてはこれからだ。